ごめんごめん、待ちましたか。全然。今来たところ。ってカップルかよ。では、チャリンコ借りてくるのであなたはスタンドにでも張り付いてください。バカ野郎。せめて荷台に乗せろ。ところで今回は安倍氏がテーマか。はい、安倍氏って結構面白いんですよ。お前が蘇我氏安倍氏王族説だからか。違います。飛鳥時代を動かしていたのは皇室と蘇我氏と安倍氏と言っても実は過言ではないからです。ほんとかよ。ま、確かに安倍の大麻呂の突然の台頭は蘇我の稲目の突然の台頭と気を一にしているので僕の仮説的にも興味深いところではありますが。しかし、わざわざ妄想めいた仮説を立てて遺跡巡りするお前には呆れるわ。いえいえ、こんな風に仮説を立てて歴史を考えることこそが大事だと僕は思うんですよ。ただ暗記するだけの歴史なんて百害あって一理なしです。どうして？歴史が常に正しいとは限らないからです。それに頭を記憶装置としてしか使わないような趣味は面白くないです。確かにそうかもな。ということで、ゆっくり特殊機台です。うっかり作者です。早速、チャリンコぶっ飛ばして安倍文殊院に到着です。チャリンコで2キロもないから楽勝か。いえいえ、地図で見ると平らですが、この辺の坂がしんどかったです。安倍丘陵というくらいだからな。でも、古墳を体で覚えるのは良いことだと俺は思うぞ。言うはやっしだわ。で、文殊院西古墳ですが、ここの石室は日本で最も精巧に作られた切り石積みの横穴式石室だと言われています。めちゃめちゃ見応えありそうじゃねえか。もっちの論です。ちなみに被葬者は安倍倉橋の麻呂が有力視されています。蘇我のイルカが殺され、高徳町に左大臣となったあの男か。そうです。ちなみにその時の右大臣は蘇我倉山田の石川麻呂です。それから安倍倉橋の麻呂は高徳天皇妃であるおたらし姫や天智天皇妃である立花のイラツメの父でもあります。かなり大した人物なんだ。なお、文殊院西古墳はこの地域における裁判機の古墳なのでその被葬者予想は妥当なところではないでしょうか。確かに息子の安倍の三好だとその没年が西暦703年。さすがに西暦703年にこんな古墳を作る奴はバカか。で、規模ですが、直径30メートル、高さ6メートルくらいの円墳です。珍しく終末期古墳の墳丘の写真を撮ったようだな。僕、石室を見るとついつい石室の写真ばかり撮ってしまってました。お前は一つのことしか見られないタイプだな。嫌な言い方だわ。ちなみに安倍の文殊院も安倍倉橋の麻呂が創建とされています。もっとも旧自治は安倍デラートの方ですけどね。そろそろ中に入れ。穴があったら入りたいってやつですか。それを良い意味に使うのは古墳マニアだけだからな。先導が橋によらないタイプです。要素で式だな。切り石が実に見事ですね。ところで知ってますか？これも偽善です。シンメトリーにするためにわざわざ掘るとは、名探偵コナンに出てくる森谷定時並みの几帳面さだな。左に2つ、右に2つあるそうですよ。じっくり見たこれはガチとして、これもなんか怪しいな。ってお前見失ってんじゃねえよ。そういやこのも偽善ネタ、ゴータスさんのチャンネルと思いっきり被っているぞ。まさか同じ週に被るとは予想だにしてませんでした。逆にそれはそれで面白いけどな。ところで壁面に漆喰が残存していたそうです。だったら模擬線に意味があるのか。縦埋めは模擬線以外ってことでしょうか。かもな。では、歩いて移動し、次は文殊院東古墳です。こっちは中に入れません。なお、文殊院西古墳と違って切り石ではありませんが、若干整えられています。文殊院西古墳に比べると見劣りするからこっちの方が古そうだ。正解です。失礼な正解をしてしまったわ。なお、中に井戸があるそうです。古墳ってそういうものなのか。そういうこともあるようです。で、お前の大好きな被葬者予想では誰になるのだ。安倍倉橋の麻呂の父なら安倍の鳥、その父なら安倍の大麻呂、あるいは安倍の目ってことになります。確か安倍の大麻呂と安倍の鳥の間に安倍の目が入るという説もあったな。世代数的にはそちらの方が無理がないと僕は思います。とりあえず安倍の目にしておきます。もっともこの時代の安倍氏の系譜なんてどの程度正しいか怪しいところではありますが。それを言っちゃおしまいよ。なんか虎さんっぽい言い方だな。では、次はチャリンコで草墓古墳に向かいます。
場所的にそっちを最初に行った方が良かったんじゃねえか。古墳に続く道を見落としたんです。だろうと思った。で、草墓古墳です。じゃあ。どうした?大丈夫か?すみません。気を失ってました。何があった?トカゲが横切りました。お前は軟弱者か。基本的に僕は虫片の生き物は嫌いなんです。トカゲとかヘビとかコウモリとかベンジョコオロギとかか。そうです。お前、よくそれで古墳巡りやっているな。探求心が恐怖心に勝っているからどうにかやってます。と言いつつ、その割に楽しそうに虫かご握りしめてるじゃねえか。半世紀前の著しくおバカな頃の写真だわ。今もおバカだけどな。でも、本当に大丈夫か?お前、暗所恐怖症に閉所恐怖症だろ。でも、入りかかった墓です。行くしかありません。乗りかかった船みたいに言うな。開口部がそこそこ広いからそんなには怖くありません。ところで地下鉄はどうやって地下に入れたんだって話がありますが、この石棺はどうやってこの中に入れたのでしょうか。高さ的に石棺の方が高いので昔からよくネタにされています。石棺置いてから石室作っただけだろ。そんな正論言う関西人は嫌われますよ。地面を掘ったとか、身と蓋を開けて入れたとか、次からはちゃんとひねってください。お墓の中でお説教かよ。しかし、この感覚、赤坂天王山古墳を思い出します。時代的にもきっと馬子あたりの時代でしょう。で、被葬者は誰にしたのだ。安倍の鳥なんてどうです。同意を求められてもな。そういえば、安倍の鳥の活躍って確か北姫を日の熊の大御捧げに改装した際の忍び事で境部のマリセたちに比べて見事なまでにその能力に欠けたという。見事なまでに悪口だわ。では、そろそろ次に行くとするか。怖がりをここに留めておくのも酷だからな。ちょっと待ってください。石室から先導方向の写真を袖付きで撮っておきたいので石棺の反対側に回り込みます。こいつやっぱりバリバリの古墳マニアだったわ。ご来光かよ。次は谷首古墳です。安倍休養の古墳では最古か。おそらく被葬者は、戦火天皇の時代に大夫として突如台頭した安倍の大麻呂あたりかと。しかし、時代が前後するな。いっそ時代順に古墳を巡ったらどうだ。ご無体すぎるわ。ところで大丈夫か?お前の苦手な入り口狭い系だぞ。いや、意外にいけそうな感じだわ。ブレブレの写真だな。フラッシュたかないとシャッターに3秒もかかるので。じゃたけよ。暗闇の中でカメラの設定切り替えなんて難しいです。でも、最近のカメラってすごいよな。フラッシュをたかなくても暗闇が撮れるんだもんな。ある意味驚きです。次はどの古墳だ?次は古墳ではなく上積谷遺跡です。めちゃめちゃ古墳っぽいけど古墳じゃないのね。飛鳥時代の遠地遺構です。僕って小山田古墳を最後まで古墳と認めない男じゃないですか。そんな肩書き知らねえよ。僕は思うんです。排水施設が出ただけで先導確定、古墳確定ってなりましたが、もし、小山田古墳からこれと同じものが出ても古墳確定にしていたに違いないと。それにしてもお前は頑固なやつだよな。頑固といえば、僕の曽祖父、死ぬまで曲げを言っていて、神奈川県最後のちょん曲げと周りの人からは言われたそうです。お前の頑固さは50で子宝に恵まれた曽祖父譲りだったか。こいつ、またもその話を、で、次はコロコロ山古墳に向かいます。コロコロ山古墳ってメスリ山古墳のすぐ隣だったのだな。今回はメスリ山古墳が目的ではありませんが、このように裾野を進むと、思わずシャッターを切ってしまう僕は古墳マニアなのでしょうか。かもな。で、被葬者は誰を考えているのだ。それが安倍休養の方で前段使ってしまったので思い浮かびません。安倍氏もそんなに有名人多いわけじゃないからな。ま、無理して考えることもありますまい。それをお前が言うか。ちなみにここは一区です。では、次は吉備池廃寺に向かいます。百済大寺の跡だと言われています。また、寿明天皇が最後に宮とした百済宮とほぼ同じ場所と言われています。ちなみに百済大寺の造寺師は安倍倉橋の麻呂です。この立地だから当然か。で、これでご帰宅か。最後に桜井市立埋蔵文化財センターを見学してから帰ります。
でっかい鳥居だな。三輪神社の大鳥居です。このすぐ近くにあります。立派な建物だな。その近くの古ぼけた感じの建物がそれです。お前、しまいにゃ怒られるぞ。駆け足だけど、結構楽しかったな。ですね。ではでは。